戦国武将紀行今川氏輝、こちらは氏輝公によってですね、の、まあ、異名によってっていうんですね、異名によって、当地の朝比奈元長公が建立したという、そういう寺院になりますね。今入り口のところにあの、下城の松、イエス公のですねゆかりの松がありますけど、こちらにもイエス公が来ているという形になりますね。有形文化財、まあ、あのいくつかあるんですけど、ちょっと立ち入りができないところもあるんで、全体的には簡単な撮影になりますけど、この山になってますけどね、まあ、清水寺って名前もいいですからね、こちらは本堂ですね。清水寺音羽さん、音羽、この寺は氏輝の異名で建てたと。氏輝公はですね、実際にはあの、まあ、吉本公の方がちょっと有名すぎてですね、短い間だったんですけども、まあ、一応第8代の駿河今川氏の当主、今川氏ですねの当主ということでですね、8代目を継いでいますので、まあ、正式にはあの家督継承者と、まあ、ただその後がですねちょっとあのいろいろあってですね、吉本公の方がどうしてもあの長いというか、それを継いでですね、まあ、その家臣たちもそのままですね、吉本公に従ったという形になりますけども、まあ、氏輝公もですね、まあ、年齢が若かったっていうのもありますので、まあ、まあ、今までは吉忠公もそうですし、まあ、特に氏親公の時はもう幼少でしたから、伊勢神九郎など周りの人たちの助けがなかったら滅亡してたかもしれないと、まあ、今川家自体はですね、この8代の氏輝公と、次の吉本公ですねで、まあ、前世時代という形になります。まあ、吉忠公とあの氏親公ももちろんあの含めて4代もしくは氏真公を含めて5代とも言えるんですけども、まあ、一番、戦国で活躍したというか、著名になった今川氏、駿河の今川氏というのはその吉忠公から氏真公にかけてが一番有名かなという感じですね。それまではあの駿河というか、まあ、遠江ですね、遠州の方の方がまあ主だってわけで、まあ、こちらも在地の豪族が強かったですからね、まあ、統治して駿河を本拠地するまで少し時間がかかったと。まあ、主にこの二国、まあ、後にですね吉本この代に、まあ、三河、東三河方面ですよねも制圧して、まあ、三河も、まあ、三国のうちに入ると。で東海一の弓取りと呼ばれると、その前の代の氏輝公の時代のことになりますね。まあ、桃山式あの木造とか観音堂、ちょっとこういったものにねあの詳しい方とか興味ある方はぜひ来ていただいた方がいいと思いますね。まあ、単純にあの戦国武将が好きっていうことですだけですと、ちょっとゆかりの地ということだけですので、まあ特段これといったものは特にありませんので、と言いつつも、まあ、結構見どころはあってですね、細かいとこを見るようですけども、これなんかすごいですね。まあ、なんとも時代が感じるかもしれません。お父さん、こんな感じですね。夜来たらすごい静かでしょうね。まあ、いろいろあの見どころのことがね書いてありますので、ぜひ来ていただければと思います。今川氏輝公ゆかり、駿河清水寺でした。